のフレーズ解説でございます。こちらのフレーズは110という、そんなに速くないテンポなんですけれども、16音符でかっちり弾いていかなければいけないので、結構難しいかなと思います。テキストにも書いてあるんですが、まあ、おそらく今回の検定の中でも一番難しいフレーズかなと。早弾きといっても、まあ、いろんな種類があって、そのね、なんていうんですか、6連符系の超絶早弾きみたいな、まあ、そういった早弾きもあるじゃないですか。個人的にはもうそういうやつよりも、こういったそこそこのテンポで16音符でかっちり弾かなきゃいけないタイプの早弾きの方が難しいと思いますね。なんかこの6連符系のやつって、なんかこうコツをつかんじゃうと勢いで意外といけるんですよ。みたいな感じの。でもそうじゃなくて、110くらいのテンポの16音符って、なんか間違えたらすぐバレるし、でなおかつ そんなに遅いというわけでもないし、もうちゃんとした速さで、なおかつ間違えたらバレる速度というか、まあ、結構シビアだということでしょうか。結構難しいと思うんですけれども、頑張って練習をしてみてください。とりあえずチャレンジしようと思ったらですね、楽譜に記入していただきたいことは、まずピッキング記号です。すべてオルタネイトでいくので、まずそのピッキングを記入しましょう。全部やってもいいですけれども、全部やらなくてもいいです。自分が難しいというか、苦手なところだけでも大丈夫。どんな感じで記入をするかというと、16音符があるところ。まあ、こんな感じで一小節目、16音符が登場します。この旗。旗がこう、なんていうんですかね、横線2本あるところが16音符なんですけれども、この16音符のところはですね、必ずダウン、アップ、ダウン、アップで弾いていきます。ここも同じようにダウン、アップ、ダウン、アップ。そして、この16音符4個を1セットとして、最初は練習すると良いかなと思いますね。やっぱり最初フレーズを覚えることが大変なので、フレーズを覚えるために、まずちょっとずつ練習をする。本当もう4個で1セット、そのぐらいの勢いでいいです。ちょっとずつ。ここをまずしばらく弾いてみて、なんとなく覚えてきたら、次はここを練習すると。で、両方なんとなくできるようになってきたら、いよいよ合わせる練習をしてみて、ここができるようになってきたら、3拍目、4拍目に手を伸ばして、1小節を完成すると。で、その1小節が完成したら、次の小節に行って、また1拍だけ、2拍目だけ、3拍目だけ、で、ちょっと1拍目、2拍目合わせたりとかしてっていう感じで、ちょっとずつ練習をしていただけると嬉しいなと。5小節目から、もうここからずっと、もう16音符しか出てこないので、もうてんやわんやな感じではあるんですけれども、4個。で、まず、一区切り。4個で一区切り。4個で一区切り。こんな感じで、4個で一区切りをして、着々と覚えていってください。で、必要ならば、ダウン、アップ、ダウン、アップと、もうひたすら交互に交互に行くだけなんですけれども、このピッキング記号とかも書いていただけると良いかなと思います。こんな感じでやっていくと、意外と難しいんですけれども、どうなんだろう、結構さらっと弾いちゃう人やっぱりいるんですかね。結構頑張ってっていうか、結構難しくしたつもりなんですけれども、まあ、さらっと弾いちゃったらさらっと弾いちゃったで大丈夫です。まあ、そんな感じでしょうか。ちょっと一緒に弾いてみましょうか、片っ端から。まず最初、人差し指で、1指で、2弦の5フレットからスタートですね。で、そのままジョイントをして、薬指で、7フレット2キー。で、中指から、小指に解決をすると。そして1弦の5フレットを人差し指で、人差し指、小指と弾いたら、このファの音から、まあ、こんな感じで16音符を奏でます。
こんな倍ですね。で、この2小節を2回繰り返して、5小節目。こんな動きですね。を繰り返して、またその次の動きも。で、その次も。で、と、まあ、こんな感じで。ちょっとずつ練習をしていくと。で、その次の7小節目も同じような動きで。で、ここから。別の動きが登場します。次のページ。こっからが多分難しいんですよね。この。この1個ずつ飛ばすこのフレーズ、ここが多分一番肝だと思います。それぞれの指をうまく使って。ちょっと僕はここは人差し指でいっちゃうので、ここは小指 X、次で小指とかでいくんですけれども、運指はお任せします。でもいいし、でもいいし、まあ、お好きな運指でやってみてください。で、その次の小節で。ちょっと横いても大変ですよね。と。で、ここから。まあ、弦移動もすごい激しくなってくるんですが、まあ、ちょっとこれを気合で乗り越えるというような感じですね。先ほども言いましたけれども、基本的にオルタネートピッキングにいってください。エコノミーピッキングとかは、ちょっと原点とさせていただきたいかなと。エコノミーピッキングってあれですよね、そのダウンダウンとかアップアップとか連続しちゃうようなピッキング。まあ、これがいい場合もあるんですけども、今回はこれなしで。例えばこの1小節目のフレーズでエコノミーを盛り込むとしたら、この辺とかですよね。こんなんとか。最初、ダウンピッキングでミノートを弾いて、ミドレーといったら、その次のミノートもダウンで弾いちゃうと。で、このファの音。6フレットのファの音、本当はこれダウンで始まりたいんですけれども、アップで始まる方になって、で、ここもダウンダウン、あ、ダウンダウンじゃねえや、アップアップになってしまって、まあ、エコノミーが出てしまうと。まあ、こっちの方がやりやすいという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今回はこれなしということで、よろしくお願いします。できる限り、できる限り。オルタネートピッキングで。本当はね、そうするとね、このね、9小節目のね、この手と手と手と手、これがまあすっごく難しくなるんですけどね、まあ、そこは気合で乗り越えるということでございます。まあ、そんなすぐにはできるようなフレーズではないと思うので、まあ、毎日毎日ちょこっとずつ練習をしてですね、まずフレーズを覚えるところからスタートして、で、まあ、テンポ80とか70とかで大丈夫です。もうそのくらいからスタートしてですね、とりあえず楽譜見なくても弾けるくらいまず覚えるわけです。そしたらいよいよテンポを上げて、音源と合わせられるように練習をしてみていただけると良いかなというような感じでございます。まあ、何度も言いますけど、難しいですので、ちょっとずつ練習をしてみたってください。そんな感じでしょうか。頑張ってください。